高須ダイナ専門チャンネル R の挑戦。4月12日リアルタイムな積雪状況。明日明後日雨じゃないですか。でいつまで高須のパーク楽しめるのかなって思ってる人のためにダイヤモンドクワッドリフトまで滑って降りていこうと思います。はい、ノーカットできますね。わ、惚れたな惚れたな、すげえな、これパンクじゃん。これ楽しいよ。まだ壁あるよ、壁これ、明日来るか来ないかの目安になる雪質速報。まだ楽しめます。その日その日のコースコンディション。はい、です。ダイナランドにいます。今後、まだまだダイナランドって滑れるのかな、それとも雪なくなってくるのかなっていうふうに、考えている人、今日、3月27の土曜日です、滑っていくので、その雪質じゃないわ、積雪状況ね。なるほどね。雪質はね、こんな感じ。来ますよ、来ますよ。こういう感じですね。ここで来てるじゃんか。ここができてるぞ。ここ普段できないのに。あこちゃん、僕は今鷲ヶ岳の手前にいます。今ここホワイトピアですね。ホワイトピアです。道路の積雪速報。チェーンキさんの速報。はい、岐阜県の海野のねスキー場に明日来る方、このね鷲ヶ岳の峠道を見て、雪のね路面の凍結状況を確認していただければと思います。ボードの滑走シーン。スキーの滑走シーン。感じ、こういう。あら、ああ、重い深い、重深い。はい、あれです。ダイナランドに来ました。センターハウス前の、積雪を見ていこうと思います。下がアスファルト。でリフト前なんかアスファルト地面見えてないかあれ。模様ね伝えていこうと思いますので見てください。で鷲ヶ岳とホワイトピア今日も行ってきたんで動画アップしてますんで、もしよかったら、見てください。はい、高須も今日行きます。はい、なんかねあのスノーボードのなんか試乗会やってますね。なんか2つメーカー あそこはモースですね。モース、はい、一応今やってたのねテクニカルに行って、一応もテクニカルもここで急斜面とこぶと大回り、あと走行カートもやると思います。ちょっとね、拳滑ってみましょうかね、どんな感じかね。今もう検定終わって、片付けるみたいですね。バッチテスト。昔はね、ここでね、横滑りもやってたみたいだけど、横滑りの種目が終わったからさ、もうこんな今日テクニカルのさ、試験だったみたいだけどさ、こんな斜面でかわいそうだな。そんなんだよ、ボサボサだよ。上手い人ってさ、硬い斜面好きじゃん。かわいそうだね、こんなんで。こんなんでかわいそうだ。ああ、スマホ持ちながらだからね。起きました。肩がね、肩が回った。はい、こんにちは。高須スノーパークの SAJ バッチテスト、スキーのバッチテスト、一級のコブ斜面を紹介していきたいと思います。はい、今日はね、スキーの2級検定の、コースを紹介したいと思います。あそこのね、チャンピオンクワッド降りて、はい、あれです。ウィルヒルズにいます。試乗会のボードを借りてきました。今借りたのが、これですね。ACC だけ、メーカー、ACC の、プルトニウムって板です。毎週、同日ですに、ゲレンデでロケ、速アップの、速報券、R の挑戦。